はい、急いでるとね、えっ、ー、と、録画途中で止まるという要領オーバーでした。えっ、ー、と、今日は9月で、えー、っとあの、サプリの動画を出そうと思ってたんだけど、今日がなくなってきたので、明日はまた出そうと思います。ちょっと、ね、時間がな,ないですね、今日の分の尺が。<laughs> えー、ナンバーズ3 mini 6031回目の私の予想はこちらです。18でございます。で、な、え、ぜ、ー、選んだかといいますと、今回は奇数と偶数。 というので選びました、えーっとまあ、月曜日が偶数偶数火曜日が奇数奇数、えー、水曜日が偶数奇数、えー、っと木曜日が奇数奇数っていう感じなので見ていったら、えー、っと奇数偶数の順番がないのでもしかしたら金曜日がその順番来るんじゃないかなっていう考え方ですね今までちょっとこういう考えはなかったんですけどもどうなんですかねこの奇数と偶数で選ぶっていうのは でえー、っと今回まだ月から木で出てない数字が0と2と1と、えー、4お多いんですけども、まあ、その中多いからね1つ出るんじゃないかということで1を選んでみましたで8が多かったので、まあ、8を選んで、まあ、偶数奇数って考えたら81じゃなくて18かなと、まあ、この、えー、っと今回は80とか70とか数字がでかい数字なので ま、金曜もしかしたらでかい数字来るんじゃないかなとは思うんですけども逆にねえっ、ー、と真反対のちっちゃい数字50以下の数字が出るんじゃないかということで18を選ばせてもらいましたはい皆さんはどうだったでしょうか <laughs> またすぐに動画がアップなると思いますなんかあの気がついたら日が暮れちゃってたねてかそう雨だとやっぱりねあのどうしても、うん お起きるのが遅くなるんだよね <laughs> ちょっとそれは悪い癖なんですけど雨の日って暗いからね外がねあれまだ夜かみたいな感覚でてか、ね、寝る時がさもう朝なんだよねこうああの明るくなってきた頃寝るっていう感じなので。 いいいいいや変えていかないとねっていうわけでございますじゃあまた次の、えー、結果の動画でお会いしましょう。これがもう当たってる。もう俺はね、思ってる。18、今回は当たってるぞ。ナンバーズ3に、えー、と、賞金獲得おめでとうっていう動画を、えー、次の動画で言ってると思います。<laughs> また次の動画をお楽しみください。